まあ、ちょっとこの配信の金曜日の昼やってるんですけども、後から見る方も多く、まあ、見やすいコンテンツにしようということで、まあ、ちょっと動画の方で、もうちょっと試してみようと思います、はい。まあ、まあ普段の配信と変わらずいろんな、コーディネートを見せつつ、なんか時間の飛ぶやつでね見れるようにしようと思いますので、ぜひこれもちょっと見てみたらください。なんか質問があればコメント欄に書いていただければ答えます。ということで今日ご紹介するのはこちらの、はい、カーキのグレーセットアップですね。まあ、これなんて特にこういうコンテンツにした方が分かりやすいですよ。これ背景がすごく分かりにくいんで存在してる、グレーセットアップっていう名前で、まあ、元々はグレーセットアップって言われてたものがありまして、こういうものなんですけども、それの、まあ、これ本当にブランドの初期に、量産が始まった初期に作ったものなんですよね。もう2018年ぐらいに作ったやつですけども、まあ、5年経つともうなんか自分が作ったものっていうそのそういう愛着じゃなくて、みんながすごく着てくれている愛着感が湧くわけですね。だから基本僕はこう何色出してください、何色出してくださいに対して全部お答えはしてないじゃないですか。いやこれはこの服はこの色がいいんですよとか言っちゃって、なんですけど、やっぱ5年も経っていろんな人が着てくれているのを見ると、もうみんなが例えばいやこれの黒欲しいですって言ったら、ああいいんじゃない、作ったらいいんじゃないっていうこう気持ちになってきてですね、あそんなにみんなが好きだってやったら作っちゃっていいですよ、どうぞどうぞいろんなカーキあーどうぞどうぞ作っちゃってくださいみたいな感じになって、グレーセットアップがネイビーができて、あネイビーは前からとかね、ベージュができて、そして、カーキが生まれたわけなんですね。ということで今日はこのグレーセットアップのカーキご紹介していきます。はい、はい、よろしくお願いします。お願いします。はい、よいしょ。はい、ということで、まあもう知ってる人は多いと思いますけども、改めて、このセットアップ紹介します。で、この素材を使ったこのグレーセットアップと言われているものは、実はブラウスで2種類、スカートで2種類あるんですが、今回カーキになったのは、このハイネックとラップのスカートだよね、はい。なので、まあ、やっぱり、毎回、全部の色をやるとなかなかね大変なので管理もなので、カーキが合うのはこのスタイリングかなみたいなので選ばせていただきました。これ何が人気、これだからこのセットが特に一番古い、これが一番古い古いセット、トラディショナル夫婦セットアップですよ、はい。まあ、今では言うところのプリミティブシリーズなんていうイージーケアなシリーズはこの、雰囲気の素材感のお洋服かなと。まあ、素材はポリエステル 100% 全くシワにならないね、これもね、うん。で、さらっとした着心地じゃないですか。さらっとしてます。あのいろんなポリエステルありますよね、まあ、あの河川河川したサテンっぽいものをあえて使ったりはするけども、まあ、基本的にはこうなんか肌触りのいいポリエステルを選ぶことが多いんですけども、こちらもその通りさらっとした感じです。トロタクのパンツとかはトロンとしたとろみのある感じ、ね、これはもう少しカラッカラって感じじゃない。うんうん、確かに乾いてる感じがします乾いてる感じがします、うん。で、じゃあせっかくインしてくれてるからボトムスから行こうかな、はい。こちらはハイウエストのラップスカートでございます。まあラップスカートなので、前がこういう風に開く感じになっていて、着脱は紐と内掛けのボタンになっております、はい。で、脇にポケットが2つついていて、まあ、前丈の方が長いというのが特徴かな。なので今 160cm で M サイズなんだけど、まあ、靴に乗るぐらいなんだよね、はい、ちょうど、うんうん。だからこのぐらいの身長の方だと S 選ぶ人も多いよね。私これは S の方がいいかもしれないです。本当、はい。なんで？なんか、まあ、長さもそうですし、うん、ウエスト的にもここでまあできるだけ絞ることはできるんですけど、うん、まあ、その分この布が寄っていくので、うん、あんまりここがなんかこれはここを綺麗に見せたい、うん、
と思って、 S サイズの方がこの締め具合とかもちょうどよくこう綺麗に着れるかなと思いました。はい、ありがとうございます。でブラウスちょっとアウトしてみます。このブラウスは汎用性高いですよね。これは本当にねみんなずっと着てるよね、うん、一度買った人みんな着るし、きっと多分2枚目3枚目いってる人もいるんだろうなって思う。言ってる人いる、ベージュネイビーって言ってる人いる、うん、で、ね、化繊なんで天然素材って経年変化するじゃないですか、クタッとしてきたり、うん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 、あんまりこのポリエステルさ変化しないんですよ。あ、確かに。だからうちのブティックのさ、かなさんさ、もう多分一番最初ぐらいに買ってるんですよ、あの方。すごい。なのに今も着てて全然変わんないの、色が褪せてる感じもない。まあ、特に色が、そうね、これ木調なんです、ちょっと、うんうん、わかるかな、はい、木感がある。だベタっとした色がつかないのもいいとこだね、うん、であとこれグレーの時は釜違いって言って、まあ、生地作って、染めると、うん、まあ、その釜染める釜によってロットによって多少の色ブレがしますよっていうのが、その多少感が、まあ、若干グレーは強かったからそういう表記をしてたんだけど、こういうカーキとかだとそれ、あの他の色だとそれが起きにくいと言われてますが、まあ一応ね気をつけていただいて、あとは特に、このシリーズ、再販が多いんだけど、あの色が増えちゃったからこのタイミングはだからすごく遠くなっちゃってる。例えば今グレーのセットアップのグレー色が欲しいと思っても、まあ、1年に1回というかやってないかぐらいじゃないですか。確かにそうですね、うん、でこれで、まあ、先に言っておくと黒も、はい、今用意してますから、どん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 先になっちゃうので、はい、もうここの色で私は、ターンエンドっていう方も決めていただいて、まあ、そうすれば色ぶれも全く気にならないのでね。あとグレーも一応ちょっと多分また再予約が近いうちに取る予定になってたと思うので、はい、まあ、それもちょっと見ていただいて、はい、で、このブラウスですね、まあ、これ袖ポワンだね、意外とね。はい、これ袖ポワンですよ意外とね、袖ポワン的な感じがしましたね。で前開きになっていて、ひよく仕立てになってますので、ボタンが隠れる仕様になっておりますと。で後ろもヒップ隠れるだけでちょっとフレアが効いていて、この時からもちゃんとフーフーしてるんですね、うん、はい、毎回それを感じます。このセットアップやっぱりいいですね。ということで、ちょっといろんな人のコーディネートを見てみます。はい、はい、さんのあアンサンブル合わせね、はい、ああ、バン、このバンカじゃねえわ、バンカか、多分届く頃はバンカかなって思うんですけど、ね、バンカにいいね、こういうカーディガン、うん、これだから本当に別に使えるからね、もうあいいねとしかもなんないもんね、このスカート、うん、このスカートも使えるし、まあこいつも使えるし、まあ本当はね、っていう、うん、もはや普通に使えすぎて特にコメントができません私グレーセットアップ自体あんまり着た記憶がなくて、うん、配信とかでもそんなに着てないんですけど、うん、これすごい着やすいですね。着やすいでしょ。はい、ちょっとなんかこなれ感が出る。あ、そうそうそうなんですよ、普通なのに、うん、そういうのがいいんだろうね、長く愛されている理由なんじゃないですか、うんうんうん、本当に、うん、でそれこそその今いろんな色が出てしまっているので、うん、そのこの色待ってましたっていう方は、うん、多分先に買っておかないと次この色が回ってくるのが確かに、ね、結構先に、うん、なっちゃうので、一応黒で最後ではあるけどね。そうですね、そうだよね。でもそれで次だからどの色が再販されるかはちょっとそれ、ね、分からない、ね、ので今のところ予定は立ててないね、はい、立てていないので、ちょっとそれ、うん、この色だな私はって思った方はちょっとお早めに今のタイミングでご予約していただくのがいいかなと思います、はい、というやつでございます。これは何度も説明してると思うんですけど、はい、この辺にあのウエストのここに打ち掛けボタンがあるわけじゃなくて、うん、この辺りにもボタンがあるんですよ、うんうんうん、なのでその全部わーってなってなんかどうにかなるってことはそんなにないかもなと思いました、ね、まあ、そこまで開けるって結構な風だね、はいその日はもうこういうスカート履かない方がいいもんね。確かに全部がいっちゃうときはやばい感じ、はい、だと思います、はい、
だからまあ日常で普通に歩いてる分には絶対大丈夫ってことだね、まあ、だから春一番に気をつけてくださいですね。春一番に気をつけてください。もう1年後ですけどそれこれから秋ですからね、はい、からっ風に気をつけた方がいいね、秋のね、うんうん、はい、気をつけてください。はい、はい、お戻りください。池原さんのスカート S サイズですね、はい、あ めっちゃいいね。やっぱ160センチで S サイズだと足元も非常に、すっきりして、まあ、靴にも当たらず履いていただける、うん、ウエストはもうジャストハイウエストで締めてるね、はい、はい、締めて ここですね、はい、でピコニット、これも近々じゃない、はい、近々出るピコニットレースのレースのピコニットのポロシャツ、カーディガンか、透け感のあるカーディガンを合わせてくれています。どうですかこのスカートも、ケイナちゃんも何度も何度も履いてると思いますけども、何度も履いてます。何かありますか感想。なんかカーキ良いなっていう感じがしてます。確かにケイナちゃんグレーも、はい、サンドベージュも、まあ、別にこう自分のね、はい、普段のスタイリングとは違う印象はありましたけども、うん、まあ、確かにカーキ一番カーキが確かに、うん、一番着ててもしっくりくる、しっくりくるかもしれないね。あんまラップスカートのイメージないよね。ないですね。ね、まあ、でもなんか着るんだったらこの色かもしれない、ね、この色な気がします。はい、そうですよ、ぜひ。まあ、ラップスカートなんで自転車勢の方は気をつけてくださいね。そうですね、もちろん一応止めれるようにはなってますけども、なかなかね気をつけた方がいい部分は多いのでね、はい、まあ、ただこういう風ななんか、ただのフレアスカートでもなくて、タイトなスカートでもなくてデザインが入りすぎているわけでもない、この絶妙なシンプルさがいいんですよね。これだから多分ロングランで販売させてもらってんのかなと思いますよ。もう5周年ですからね、これ。え、もう 5年経ったんですか。そうですよ、だからケイナちゃんが12歳の頃から販売しているってことですよね。17 そうですね、はい、という、スカートでございました。160でケイナさんが S サイズ、エリさんが M サイズ着るとこんな違いがあります。まあ、丈でどんぐらい違うんだろう。これ10センチやっぱ違うんだよね、いつもの古典的にスカートだと5センチくらい、あ、5センチ違うんで、まあそれは結構ね。ウエストはでもラップだからあんまりあれなのか、そんなにすごく気にはならないかもしれないですね、うん、ただ逆に細い方とかは M だとちょっとパカパカする、ここがこうギュッてなるたりとか、うん、あとこの前側の内側も一緒にこうなるので、うん、この辺がこうもさもさするのが苦手な人は S とかの方がすっきり着れるかも、うん、はい、という感じでございます。じゃあちょっとエリカさんの155センチのやつ見てみますか。はいはい、はい、羽織ですね、はい、もうこうやって着ている方、はい、非常に多いのでご紹介させてください。こうやってね着る方とかも多いですね。そう多いよね、まあ、季節の変わり目とかにね着てる方多いですね。あとパンツ合わせたりしてね、うん、はい、というカーキでございました。はい、ということで、こうやってエンディングは101で終わる感じです、これ。あ、そうなんだ。ということでございました。こちらのグレイセットアップのカーキ、はい、ぜひ、お待ちしてます。ぜひ。